こんにちは、今日は胸トレと有酸素をやってきて、この間と同じ公園に来てます。公園で食事するのが結構日課になっていて、今日は、夜が取引先との食事なので、どうせだったら昼から食事を崩してしまってもいいかなっていうことで、今日は必死になって減量してるわけじゃないので、まあこのくらいな食事を続けていれば普通のダイエットでも痩せていくよっていうところを、まあ毎回取っていきたいと思います。買ってきたものはブラックのアイスコーヒーと、まあ、ホットドッグです。新しい商品があったんで、クッキーシューってやつですね。ハリトロフリで、これも新しい商品でした。以上のものを食べていきたいと思います。ストローがない。何気にバーガーキング初なんですよね。マジでかくてめっちゃ重いですね。中はゲームかな。マジめちゃくちゃ重いですね。中ではかなり量を買ってきた方ですね。多分今日は夜は酒も飲むと思うので、カロリー的には相当取るかなと思います。でも絶対痩せてんすよ。この間誕生日だったんですけど、自分以外は全員ケーキとか食べてたんですけど、誕生日の日は減量食だったので、しっかり、まあ、5日間ぐらいは開けるようにしてますね。めっちゃうまい。桜も相当咲きましたね。今日ちょっと寒いんですよね。マジ半端なくでかい。これじ
ゃうまい。玉ねぎがめっちゃシャキシャキしてるんですよね。玉ねぎ好きなんでかなりプラスなんですね。デートが分かってくれて、こう一緒にやってくれる人がいたらぜひお願いします。買ったものを全て食べきれてないんで、今日は
べにくいのばっかりなんだな。ザクザクしてるクリームがあふれてくる。夜コンディション整えて夜またたくさん食べる。